はい、どうも、ごめんです。さあ、本日はこちらですね、串灘戦、例によって、時間なかったんで、とりあえず入るだけ入ってる状態ですね。もうね、時間見てもらったらわかると思いますけど、まあ、全然ね、今は串灘は来てない時間帯ですね。撮影日の前日ですね、の夜に来ていた分に、入っていました。で、それを今挑戦しております。パーティーなんですけども、イザナミタスカンしてます。1体目、ラックは1です。1やったかな、多分 1か2かですね。で、2体目のイザナミに関しては、タスにかは、攻撃とスピードのタスは振り終わってますけども、ヒットポイントがね、まだ1600ぐらいでしたかね、プラスが。で、少し前に新しく神化された、ウォッカですね。ウォッカさんが、同じく攻撃とスピードは振り切ってますけど、ヒットポイントが足りてないです。もうでもね、3500ぐらいは多分振ってたんで、あともうちょっとってとこですね。で、フレンドが坂本龍馬ですね。すごいですね、これ。タスクキルせずに、ずっと置いてたんで、今ちょっとチラッと見えましたけど、プレイ時間617分。タスク切らんかったら、そういうことになるんですね。おう。おほほう。まあまあ、スキルダメですね。しゃあないですね、こればっかりは。しかし、ウォッカの友情コンボが強い。中ボスのスプリッツァーが、皆さんご存知、ものすごいヒットポイントなので、早めに雑魚処理をしてしまって、で、やっぱりなるべくね、ここでホマはストライクショットを使いたいんですけど、どうすね、まだ溜まるんで。使えたんですけど、まぁ、ちょっとね、スキルダメがあんまできなかったんで、とりあえず、普通に攻めるしかないんですけど、こいつですね。このスプリッツァーの下の数字。これが要注意で、これが何かというと、毒なんですよね。一番近い敵に毒斬り。発射していきます。なので、ハートが湧いたらね、それをずっとなるべく取らず残しておいて、金派にするっていうのが一つ。で、今みたいにもう、取ってしまうのもありですね。というのも、毒がね、めちゃめちゃ痛いんですよね。毎ターン、8000?1万?1万は言い過ぎか。8000ぐらいやったかな。結構なダメージを食らうんで、
まあ、一つは、やっぱこの、ここの数字が0になるまでに倒しきれない場合がほとんどだと思うんですけど、そういう場合ですね、なるべく4人バラバラに散っておくというのが非常に大事ですね。これが固まって同じ方向にいっぱいキャラがいると、一斉に毒になってしまうんで、そうなると相当きついんですよね。普通に2、3ターン、それこそ4人とも毒になろうもんなら、もう一瞬でやられてしまいますよね。多分ね、2ターンとか3ターンで普通にやられますよね。あ、経過時間ですね。621分。もうね、わけのわからん経過時間になってますけど、とりあえず入るだけ入って、タスク切らずに置いてたんで、こうなりましたね。これをタスクを切っていたら、多分ここまでのものすごい時間にはなってないと思うんですけど。で、中ボス戦ですね。クロスレーザーがやっぱり、クシナドは痛いんで、なるべく十字のラインに入らないようにするっていうのが基本ですね。で、ボスですと。で、まあ、このね、19ターン以内に倒せなかったら、100% 死にます。で、あとは、もう皆さんご存知だと思いますけども、この雑魚たちですね。が結構厄介で、うわ、全員入ってもた。ここにいるミニスプリッツァー、こいつが、3ターン後に麻痺するかもしれない攻撃してきますよね。なのでそれはなるべく食らいたくないです、ほんまは。なのでできるだけそれまでに倒すというのが一つで、さらにこの右上のザコと左上のザコですね。彼ら二人も、右の3の数字は、別に食らっても大したことないんですけど、左上の5の数字ですね。こいつが、近距離拡散弾になってるんで、その時にもし近くに密集してたらね、あっという間にやられてしまうんで、まあ、距離を取って戦いましょうというところですね。で、ここは、まずは雑魚処理をしていきたいですね。まあ、同様に右上左下のスプリッツァーの麻痺攻撃はできるだけ食らいたくないので、スプリッツァーをまあ、早めに処理したいですと。なおかつ、左上のスプリッツァーですね。左上のスプリッツァーもやっぱり火ダメが結構でかいので、早めに倒せるなら早めに倒しておきたいですね。まあ、次クシナダ来ないんで、まあもちろんね、クシナダを優先的に倒せしまえる場合は別に、スプリッツァー狙わずに普通にクシナダを、さっき倒せばいいんですけど、今はね、配置が良かったですね。龍馬がやっぱりワープ食らわない位置にいるかいないかっていうのはすごい大きいとこですよね。で、最後の黄色のヒットポイントのボス戦ですけど、ここが、やっぱり、かなりすごいヒットポイントになってるので、ストライクショットをバンバン使っていきたいんですけど、気をつけるのはもちろん十字レーザーを受けるっていうこと
で、同じように、雑魚処理に関しては、一緒ですね。とにかく、まあ、雑魚も一緒に倒すと。で、あとは、イザナミとか、まあ、さっきのメテオの、ウォッカですね、とか、そういうキャラを連れてる場合に関しては、一人でも多くの雑魚に当てると。で、できるだけ同時に倒すという感じですね。いけるかな。攻撃力アップしてるんで狙ってみましたが削りきれなかったですね。勝ち申した。はい、ということで、まあ、あのね、龍馬の位置が非常に良かったということと、やっぱりオッカが強えな。で、もちろん龍馬も強えということで、まあ、貫通がいたらね、回復取りに行ったりできるんで安定しますよね。あ、ラック2でしたね。で、安定の亀クエといったところです。なんとクリアタイムが626分というね。まあ、そんなにもちろんプレイしないですけども、まあ、10分ちょっとぐらいですかね。10分、11分ぐらいですかね。はい。といったところです。まあ、クシナナに関しては、今回ウォッカ入れましたけど、イザナミ4体、ね、手持ちイザナミ3体のフレンドもイザナミ、まあ、もしくは龍馬とか、他のキャラでも全然いいんですけど、ギルガメッシュでしたっけね、とかでもいいんですけど、まあ、無課金編成でね、もう全然クリアできる、クエストなんで、で、クシナナ自体はもう、すごいね、汎用性高いキャラで、いろんなクエスト連れていけると思いますんで、まだ持ってない方はね、まずはイザナミを、頑張ってクリアして、イザナミも、無課金パーティーでクリアできるので、クリアして、で、クシナダもクリアして、で、キャラが揃ってくると、ヤマタケとか、ヤマタケはね、やっぱちょっと難しいんですけど、まあ、とか、あとは、イザナギですね、とかもいけるようになるので、徐々にね、順を追って頑張っていきたいなというところです。はい。以上になります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは。